るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる、くるぶしです。ちょもらんです。イエーイ、オッケーっしゃ。今日もいい声が出てますね。ちょっとガラガラしてんのなんでやろうか。ちょっと2人とも汗かいてますね。ほんまにやで。今回はですね、くるちょもチャンネルも始めてもう1ヶ月半ぐらいになりますけど、皆さんからいただいたコメント、くるちょもにこんなことをやってほしい、あんなことをやってほしいというね、リクエストを読んでいこうかなと。なるほど、ファン感謝イベントです。一つの動画にはすごいコメントいっぱいついてますけれども、何のことだろう。いいコメントもあれば悪いコメントもありますけども、まあね、そらそう全部ね、こう向き合って読んでリアクションしてね、いきたいなと思いますんで。真面目やな。じゃあちょっとコメントを読んでいきましょうか。はい、行こう。まずはそのどの動画からいく。カバー動画のカバーもね、いろいろやろうかなと思いますけどね。珍しい。どうした、引きずってるわ、引きずってるわ。それどうした、それ引きずってるわ。もうやだ。本当に。まずはアンチコメじゃないお褒めいただいてるコメントからいこうかな。本人より可愛い。おお、これ武士のことやな。あ、マジで。俺可愛いって言われるとチンコ立つんだけど。ごめんね。嬉しい。低評価の数までは似せれませんでしたね、わらわらわら。高評価ポチ、はい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 、消えてんのよね、この元ネタ動画。ご本人様、うん、はいはいはい、 MOMO さんです、ね、そう、はいはいはい、消えてんねんけど、俺が最後見た時グッドボタンが2000ちょい、はあ、再生回数も60万以上回って、向こう、ああ違う、本家ですね、本家はね。でも、いいね、そろそろ届きそうっていうね、本気。あー、なるほど。あとちょっとで2000いくので。おー、再生も6万5000と。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございました。もう本当ご迷惑かけました、本当に。美人さんなので吹いた。あー、最高のセンスです。はじめまして、じわりました、天才。おー。バロタとか、最高、大好きですとか、最高に面白い。本人より仕草とか可愛いと思いました。また、また可愛いって言われてる。え、あまりチンコ立ってきた。ごめんね。コメント読むだけで射精しそうな。ごめんね。センスあるカバー、本家の高評価越すんじゃね。男の方も結構似てる。俺のマーさんの。ああ、なるほど。あかんかも俺。え、な、どうした、喋れるな。どうしたの、ちょもちゃん。本家のアンチではないけど面白いです。あ、批判コメにもいいね押してて器大きいね。違うね、これな、器大きいじゃなくてな、頭おかしい。今ならアンマンは大好きだけれど、あの赤い印がちょっとという人にぴったりのアンマン修正液ジグモがついてきます。最高とか最高とか笑いましたとかめっちゃ多いね、ウケるとか。あ、でその中で1個出てくるのがシュレックに似てる緑の怪物、うん、アイノリにシュレックって言うよ。あ、マジで。多分これそっちのことだと。あ、そういうこと。アンチもちょっとさらっていこうかな。人間って汚くて愚かやと思える動画とコメント欄、日本の未来が心配だ。お前正しいよ、本当に。誰だか知らんけど、本家も大概やけどみんな正気なん。いや、これだいぶ意地悪いことやってると思うけど、これで笑えるとかほんま怖い。ああ、なるほどね。まあその通りだと思うよ。これ心の優しい人なんや、この人。いい子だ、すごい。絶対会ったらすごくいい子やと思うね。人をバカにできる面してないよね、不快すぎる、気持ち悪い。これ結構へこみますね。やめろよ、ブッシーのこと傷つけんの。やめろよ。ご本人とお知り合いですか？じゃなかったらこれはひどすぎる。別にももさんのファンじゃないけどこれはないです。あ、なるほど、うん、これね、俺読んだんですけど、うん、あの逆に言うと、うん、知り合いでやってたらもっとひどいと思う、うん、っていうかこの人には俺らのこのももちゃん好きな気持ちが多分全然伝わってないんやと思うな。なるほどね。なんか、うん、まあこういうものの見方もあるんやなっていう勉強にはなりました。確かに、うん、ありがとう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ちゃうぞ。お前は？ちょもらでは本当にももちゃん大好きなんで、そこはぜひ分かっていただきたいね。ももちゃん動画に関してはこんな感じかな。じゃあどんどん行きましょう、次。
バンしてみろやの動画ですね。くるぶしさん、歌が上手です。お二人の雰囲気大好きです。これからも応援してます。あのね、この方に俺歌が上手いって言われてちょっと嬉しくて個人アカウントで返信してました。あ、ほんまや。しかも頑張ってくださいって。うん、あ、嬉しい、ありがとうございます、うん、ほんまや、めちゃめちゃありがとうございます。謎の謝罪動画ですね。支離滅裂な歌が自分的には中毒性があって好きです。あ、これ4月26日だね。あー、そうだね。くるぶし食うんじゃねえよ、でもとても可愛いよ、くるちゃん、かっこコンタ。謝罪しながらスニッカーで。あー、そうね。はい、食べてる。そんな服売ってるの見たことない。ピエロのやつね。これ、ちょもちゃんの服なんですよね。あ、そう。俺これ着てライブしたからね。じゃあ、あのトレーナーでもやってよ。俺までこっちの方がええわ。むしゃむしゃ食べてる伊豆さんが可愛すぎて。ああ、ありがとう。まだ可愛いやって。やばちんこ。ごめんね。ちょもちゃん、どういうコメントが一番嬉しい？俺コメントしてくれるだけで嬉しい、ほんまに。あ、それそうだね、うん、確かに、ほんまにほんまに、うん、再生してくれるのも嬉しいし、うんうん、まあ、なお嬉しいよね。やっぱそのいいね押してくれたりとか、うんうん、コメントしてくれたりとか、別にバットでもいいんですけど、何かしらリアクション取ってもらえるのはとても嬉しい。一件あるだけで全然違うよね。いや、ほんまにほんまに。いや、ほんとそう。なんで、あのチャンネル登録とか、うん、コメントとかは全然お気軽にしてください。ぜひぜひ。二人の名前決めようぜっつって、あー、山田通天閣と、はい、あの田町銚子豆腐。今も緩めに名前使ってますけど。フロントホック外したことないわ。外させてくれる子いるかな。あー、もう見たことない字な、あるな。今売ってんのかな、フロントホック自体。売ってんのかな。アマゾンで探してみようかな。ももちゃんのやつ面白かったです。次のカバーも楽しみです。あ、ここまでももちゃんのコメントが来てる。いや、すごいよね、すごいよ、うん、これ何本目ですか。5本目までももちゃんのコメント。いや、ありがたいありがたい。いや、だからやっぱあやらなあかんわ、次のカバー。カバーね、うん、なんかもしこのカバーやってほしいっていうのがあったらコメントを していただければ。我らも考えてますけどね、いろいろ。そうね、うん。はい、来ました、ついに。はい、エネマグラの回ですね。エネマグラ入れた時の、うん、初めてのレビュー。あ、はいはい。これ1個だけ。1個だけ。これもっとなんかね、つけてくれていいのに。これさ、うん、結構さ、YouTube 界でも頑張ってるレビューじゃない？俺、かなり好きな動画なんですけどね。人体実験。アナルに入れたエネマグラ、痛みのって一言コメント。まあ確かにね、まあ間違いではない。コメントセンスあるわ。人体、もうなんか丸もついてない。そうそう、それ4文字だけ。素晴らしい。いや、でもやっぱクルチョモに関してはやっぱあのエネマグラなくしては、いや、そうね、ないよね、やっぱり。でこの後ついにエネマグラの MV が上がって、ああ、なるほど。まあまあガチめに作ったやつがね。これ初めて海外で、海外に行ったんで、この撮影で。ほんと、いきなりチョモちゃんにパスポート取ってこいって言われてね、ほんとびっくりしたわ。アフレコタン…あ、待って、ちょっともう一回。違う、ちょっと待って。でででで